はい、皆さんこんにちは、熊谷康政です。このチャンネルではジャズレジェンドのアドリブフレーズを使えそうなところだけ取り出して細切れにして僕なりの解釈でシェアするという、もう一般社会とはかけ離れた情報を皆さんに提供しております。さあ、今日は着々と進んでおります、ケニー・カークランドの演奏のブラックナイルですけど、今日からやっと3コーラス目に突入しました。それですね、今日はもう本当かなりケニー・カークこれはもう一番って言っていいぐらいケニー・カークランドのテイストあふれるマイナー2-5ですね。 Em7 フラット5 A7 Dm でいくところをやるんで、ぜひ見てってください。それではブラックナイルですけど、3コーラス目の序盤の方なんですけど、3コーラス目の最初のこんな感じで弾いてるんですけど、これもちょっとこれを使うのはなんかこのまんま使うってことはないと思うんですけど、 Dm をこうただ分解してパーカッシブに弾いてるんですね。1とフラット3、5度、これは3と13、これ、なんだ、E フラット7のとこ。E フラット7の3、13と9を、こうやって弾くと、結構、なんかまあ、こういう部分があってもいいっすよね。全部8分音符で弾くわけにもいかないので。まあ、こう似たような感じで。って弾くんですね、ここね。で、まあ、今日ちょっと使いやすそうなのはこの B フラットメジャーかな。これね、半音。僕も結構、メジャー7、B フラットのメジャー7から半音で、で、4つ半音で、降りてくるのはしょっちゅう使っております。とか、かな。5度に行きますけどね、僕の場合は。けど、ケニー・カークに行きません、そんなとこには。この後、こっからが、これが最強の、もうケニー・カークフレーズ。これです。これね。強いっすね、これ。これなんですけど、Em7 フラット5のメジャー7から入ります。で、9th。で、これはもう3度っすね。もうズレズレっす、ズレズレ。ね。で、こっち。あ、違う。これは、A7 で言うと、13th と5度と3度と 13th で、まあ、明るい 7th ですよね、13th なんで、5度も入ってる。なんですけど、これ、まあ、フレーズ的にはもう、なんだろう。これ、C シャープマイナーっすよね、多分ね。C シャープマイナーの、C シャープから、マイナースケール。こっちはわかりませんよ。セブンスとか、メジャーセブンとかわかんないけど。C シャープマイナーの1から5までの構成音で、って弾いてますね。ちゅうことは、これキーが Dm なんで、半音下のマイナーセブン、まあマイナーセブンじゃないか、マイナーのスケールを弾いているという感じで、ズレズレ感を出してんのかなと思いますね、これね。なんですけど、これが、あと後半にも出てくるんですよ、この A7 で。A7 の、A7 に、まあ A7 だな、そうだな。なんで、まあこの2-5 のとこでも使えるんですけど、A7 一発のとこでこう弾いてるんですね。こっちちょっと1個増えます。これ。で、こっちのがなんか僕は弾きやすくて、だからここでも、こっちにしちゃった方がいいんじゃないかな、みたいな。この1個増やしてね。収まりいいじゃないですか、これ。なんで、このマイナー2-5の時に、
E マイナー、マイナー7フラット5のメジャー7の音から始めてで弾くとケニカークのこのズレズレ感、強力なアウト出ますね。もしくは A7 のシャープ11のとこ、この音からで弾けばなんじゃこれって感じになりますよね。強力ですもんね。でこれも結構かっこいいですよ。 Dm のとこで、まあもう何回も出てきてるけど、マイナーの時に A メジャー弾いてます、ね。ちょいちょい出てきますよね、このケニカーク。 A メジャー、 D マイナーの上で A メジャー弾きます。で最後も結構いいんですよ、この A7 のとこで、これはフラット13から、3、1でオーギュメント弾いてますね。で7スとフラット13なんで、まあ、次マイナーに行く感じのとこなのかな。まあ、メジャーでもいいのかな。ちょっと暗いからやっぱマイナーかな。まあ、オルタードとかホールトーンとかハーモニックマイナーフィフスパーフェクトフィフスダウン、その3つにはこれ合いますね、このフレーズ。それで試しにアイヒアラプソディで使ってみたんですけど、サビのとこかな、ここで、ここまでさっきの B フラットメジャー、まあ、ここなんでもいいんですけど、ここの G7 もさっきの A7 と同じですね。この曲タイプが似てるから、この今回のブラックナイルのパクリネタもっとガンガンぶっ込めそうですね。ってな感じで、まあ、今日3つですね、フレーズ3つ、メジャー7とマイナーの251とマイナーに向かうセブンス、これをちょいちょいぶっ込んでみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。